皆さんこんにちは。魔法のストレッチ著者の黒田美穂です。今回レッスンを受けます友達の奈緒です。よろしくお願いします。ストレッチの動画奈緒ちゃんと撮るのすごい久しぶりなんですけど1年ぶりぐらいです。少年時代のミュージックビデオに出ててもらったんですけど、あれは実は結構前なんだよね。でもだいぶ前ですよね私の映像と私の歌は最近撮ったやつなんですけど、歌にも合ってる感じがしたし、でも嬉しかったですよ。はい、よかった。で、このチャンネルがもともと歌をメインで始めたチャンネルなので、魔法のストレッチを最近アップしだしたんですけど、どうしてもちょっとね、更新頻度がそっちの方は遅くなってしまうんですけれども、気長に待ってもらえたらなと思います。ということで、今日やるストレッチは開脚前屈です。おお、何でしょう。多分聞き慣れないと思うので、ちょっとお見せしますね。やります。はい。こういうやつです。おお、無理。難易度高すぎません？まあ、難易度高いと思われるかもしれないですけど、まあ、大丈夫です。次回、開脚の動画をやろうかなと思うんですけど、なんでこっちを先にやるかっていうと、この開脚前屈のストレッチを先にやっといた方が、この後やる開脚がやりやすくなるんですね。こっちを先にやろうかなと思いますので、皆さんもトライしてみてください。魔法のストレッチは痛くなく1回で結果が出るのが特徴です。体が変わるとやる気が出るっていうのもあるので、ぜひビフォーアフター測ってみてください。メジャーで測るのがちょっと難しいっていう方は、自分でどこまで触れるかなとか、あと前屈して手のひらがつくかとか肘がつくかとか、どの辺までいけるかなっていうのをちょっと体感として見ておいていただいてもいいと思います。ではやり方をご説明します。このような形でお相撲さんの四股みたいな感じで腰を落として長方形を作るようにしてください。膝をなるべく90度くらい曲げていただくといいです。でこの状態で膝を後ろにプッシュします。で、膝を後ろにプッシュしながら頭を前に持っていきます。で、これでできたら30秒30秒1分ぐらいやってもらうといいかと思います。で、この体勢がどうしても筋肉プルプルして辛いっていう方は魔法のストレッチの本の方に椅子でやるバージョンが書いてありますので、ぜひ本の方を読んでみてください。それではやってみましょう。まず四股の形を作ります。で、腰しっかり落として膝を後ろに手でプッシュしてください。壁に持たれてもいいですか？全然壁にしっかりかかっちゃって大丈夫です。ああ、そう、大丈夫かも。さあ、膝を後ろに押しながら頭低く低くしていきます。あ、思ったよりできる。これ30秒2セットやっていきます。で、膝をしっかり後ろに押しながら前傾するんですけど、まあ、頭っていうよりこの骨盤から打っていきたいので、まあ、台とか椅子とかあればここをもたれかかってしまって今度しっかり前に持っていくとさらに深くストレッチ入ります。じゃあ奈緒ちゃんもやってみましょう。膝しっかりと後ろに押した上で台使っていいので骨盤からしっかりと折る。前に行きやすいですよね。はい、あ、伸びてる感じします。します。はい、じゃあやってもらいましたけど、はい、どうですか？この辺あったかくて私内股気味なんですけど、なんか自然と外に向く感じがします。本当ですか？じゃあちょっと測ってみましょう。はい、はい、はい、ということで今日は開脚前屈のストレッチでした。はい、次回開脚のストレッチいけそうですか？はい、本当は開脚をきれいにしたいので次回楽しみです。じゃあ皆さんお楽しみに。